何のためにここへ送られたんだろう。先生は医者なのでございましょう。歴史は大きく変わってしまったりするんじゃないでしょうか。助けられるとしたら先生しかおらんのじゃ。これもまた神の意志なのか。おいら、もう見送るの嫌だからよ。私のためにあなたを助けさせてください。